チームの神の伊藤です。今回はですね、こちらになりますね、シン・エヴァンゲリオン劇場版スーパープレミアムフィギュア、マキナミマリーのイラストリアスラストミッションアクティベートカラーということで、虹色マリさんですよ。そしてね、前回は虹色アスカ、そして今回マリさんということで、これでようやく2体揃うというわけなんですけども、さあ皆さん来ましたよ、お待ちかねの神の伊藤のうんちくのコーナー。はい、そんな感じで今回も神の伊藤のうんちくのコーナーやってまいりました。もう第何弾かも分かりませんけども、今回はもちろんラストミッション、そしてマリさんということで、マリさんにちなんだうんちくを皆さんにお伝えしたいと思いますね。さあ行くぞ。話したいのちょっとたくさんあって、もうプラグスーツでちょっとね、今回ずっと攻めてきているんですけど、まあ、マリさんといえばプラグスーツ、緑の初期プラグスーツ、そしてピンクのプラグスーツとなっておりますけども、そして今回の白プラグスーツですよね。これがね、やっぱり皆さんもう公式さんから出ているこのプラグスーツになるんですが、なんとですよ、マリさんはテスト用プラグスーツ、まあ、アスカがテスト用プラグスーツってイメージがあると思うんですけど、マリさんも実は公式さんからテスト用プラグスーツっていうのがね、出てるんですよ。それがですね、確か2015年にあったアプリであったゲームのエヴァンゲリオンバトルミッションというアプリがあって、そこでこの3号機起動実験のそのね、コーナーがあったんですよ。その中でなんとマリさんが公式でテスト用プラグスーツを着ているんですよね。そしてね、これはね、またいろんなその、まあ、条件を満たすとそのテスト用プラグスーツをマリさんが使えるって感じだったんですよね。なんでね、アスカだけがテスト用プラグスーツを着たわけ。もう一つ行きましょうか。この後ね、どうなるか分かんないんで、ね、どんだけクレーンゲームの時間かかるか分かんないんで、もう一つじゃあ行きましょう。マリさんといえばやっぱりね、この乗った機体が仮設の号機、そして2号機、そして8号機とね、こう、まあ、いろんな機体を乗り継いでるわけなんですけど、やっぱね、マリさんの機体といえば、やっぱり8号機だと思うんですよ。このね、メインといえば。このね、8号機なんですけども、やっぱね、これね、もちろんこれ、うんちくというか、まあ、僕のまあまあ、考察ですよ、考察。まあ、考察にしましょう。考察なんですけど、庵野さんは、一番初めに作りたかったエヴァっていうのが、秀明店で見てほしいですよ。もう今ね、おそらくここに画像があると思うんですけど、どうですか皆さん、これ庵野さんの初期のこのエヴァのデザインというのが、そうなんですよ、これ8号機だったんですよ。なので庵野さんは8号機だけ唯一エヴァシリーズでガイウスの槍が刺さってなくてくるっと回って消えていった、もうね、庵野さんがやっぱり一番最後まで取っておいたのが8号機、そして庵野さんが一番初めに描きたかったエヴァというのも8号機ということになるんですよね。はぁ、ようやくね、クレーンゲーム動画の方行きたいと思いますよ。これあくまでもですよ、あくまでもこれはクレーンゲーム動画の一環ですからね、一環っていうかこれクレーンゲーム動画ですよね。行きましょうか。とりあえず今回の設定の方なんですけども、お大師さんいつも通りの橋渡し設定となっておりますね。そしてね、結構幅もまあ普通ぐらいか、まあそんな感じになってるんで行きたいと思います。まずこれね、もう横を向けてないと始まりませんのでね、今回行きましょうよ。あ、もうちょっと攻めましたね。ちょっと僕も久しぶりなんで、さすがにね、ああ、そうですね。オッケーです、オッケーです。今ので、ね、なんとなく分かったんで、今のね、アームの力を僕が見たかっただけなんで。ちょっとね、攻めいきますわ。ほら、これね、このギリギリを攻めるって感じで、ね、これが必要なんで、お大師さん。はいはいはい。いいですね。さあ、徐々にっすよ。徐々に、奥に、やばいかな、結果オーライですね。はいはい、うまいですね。なるほど、ここまでこれ3手ですよ、3手でいっちゃってますんで、あとはもうこうね、こういう感じで、そうですね、こんな感じですね。そうですね。
さあ、あとはもう引っ掛けていきましょう。はい、バッチリと。なるほど、まあ、でも下がっててますんで、今のもうあとは繰り返す単純な作業ですよ。なんとなくで撮れるビジョンが見えてきてますんでね。そうですね。さあ、もう徐々に徐々にですよ。もうこれの繰り返しですよね。本当に。さあ、この角をちょっとね、取りますわ。はいはい、いいっすね。じゃあ、隣ちょっとね、やってみましょう。さあ、びっくりしましたね、今。あんだけうまくいくと思わなかったですね。なんで、とりあえず、びっくりしましたね、自分も。まあ、でも今のうまかったですか？うまかったです、ね。うまかったですか、はい、ありがとうございます。なんで、とりあえず今回、ラストミッション、マリさんの虹色プラグスープですよ。こちらの方をゲットしたんで、こちらの方またくるくる回して、皆さんと一緒に見ていきたいと思いますね。はい。まあ、そんな感じで、とりあえず現場からは以上です。家、戻りますね。